にとって機能的にすごく必要な要素をたくさん入れたエクササイズを今回はやったような感じですね。今までやってこれたのをごまかせなくなったみたいな、それがまさに中級編かって感じなんですけど、トレーニングを続けて人生をもっと楽しもう。今回は、この間やった、スクリーニング、前後方向の動きだったりとか、横方向とか、回線がどういった感じであるかなということを、見たりはしたんですけども、今日は前後方向への動きのトレーニングと、横方向にストレスがかかっているような動きのトレーニングと、実際に回線する方向に力がかかっている方向でのトレーニングをでは最初に上半身の方で前後方向と回旋方向にストレスがかかるトレーニングを行っていきたいと思います。ダンベルを持っていただいて足を伸ばして腕立て伏せのポジションにしてあります。この状態から一度腕立て伏せ戻る、引いて戻す。この引くときに結構腰がこのように横に流れていきやすいですので、これに抵抗するのに常にお尻が真下に向いた状態を維持できるように下がって引いて下がって引いて、こういうようなトレーニングを行っていきたいと思います。腰ねじらないように腕立てからですか。腕立てからそうそうそう、で引っ張ってこれねじらないでいくの難しいですね。結構大変ですよね。手をついて足を伸ばしてまず四つ這いの状態になると、4点ですごく安定をしているんですけども、ダンベルを引っ張る引っ張らないにかかわらず片手を上げると3点になるので、3点っていうのはもう不安定なのでこう倒れていく方向に力がかかるので、それに対して体を抵抗していかなきゃいけないので、はい、これを前に押しながら押しながら下に向かって、そう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 、ラスト、はい、よいしょ、これ前に押し、そう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 、そっちそっち、はい、 OK。この手を福本さんが自分でこう前に押すイメージができたじゃないですか、はいはい、僕は前に手を置いて押してっていうと反対方向ねじるような感じなので、結果的にうまくまっすぐできたので、今度は下半身のトレーニングを行っていきたいと思います。よくある、ランジというエクササイズ、足を前後に開いてこう立ったりしゃがんでいくような動きなんですけれども、これは前後の動きだけですので、少しバランスを不安定にするような感じに、少し真横から引っ張られる方向にストレスをかけてあげた状態で足を前後にして、後ろの膝が床につくぐらいのところまで降りて立ち上がる、こういう動きですね。もうちょっと前重心にしながら、そうそうそう、で立ち上がる、おお、そうそうそう、こういう方向にずっと力がかかるので、はい、ちょっと横から引っ張られるだけでものすごい、こういうふうに左側に引っ張られるのが、使う筋肉で、右側が持ってかれないようにこう我慢していなきゃいけない筋肉なんですけども、サッカーとか前に進むときに横から押さえながら前に進まなきゃいけなかったりとか、そういったようないろんな方向から常にストレスがかかっても前に進めるという能力、これも重要な要素になるので、まっすぐ行くの大変ですよね。真ん中に出ても、今度は、回旋方向に重きを置いたトレーニングを、2パターン行っていきたいと思います。膝立ちになってあげて、これも横幅広いよりも少しまっすぐぐらいにしてあげて、左下から反対側の斜めの上の方に向かって体の正面を横切って戻す。これもやっぱり横に引っ張られやすいし、足をまっすぐ向けたまんま、シュン、なんか思い切り引っ張って、勢いよく行っちゃっていいです。そのままここに向かって、そう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 、左の手を持ってグッとこっちに向かって押してきて、そうそうそう、ラストを、はい、顔を前向いたまま、ゴッ、はい、OK。 今度は上のを持ってあげて、よいしょ、こうまた足前後にしてあげて、こっちに持ってかないようにしっかり止めたまま、いい動きです、そう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 、ラストをこっちに向かって手を伸ばす、はい、OK、 よいしょ。難しい動きを、その難しい動きをできるようになるためのトレーニングをする必要もあったりもするんですけれども、
別の動きで練習をするというよりもその動きの近いものでレベルを下げて少し強度を下げてやっていけるとそのまあ求めている動きができるようになってきたりとかなんかこうもっと強い体になってくると思います。簡単そうにやりますね。そうですね